はい、今日はプサンマネーショーの最終日、4日、5日、6日って感じでやってたんですけれども、今日最終日な感じになっております。こちらが我々のブースですね。ちょっと回ってみたいと思います。最終日、ちょっと土曜日なんですけれども、それほど今日は人は多くはないような感じになっておりますね。昨日行った釜山 NFT ショーの方は結構人は多かったんですけれど、こちらのマネーショーの方は、のんびり見ることができるのでとても良かったというふうに思います。こちらの方では、カンファレンス、スピーチの方も行われてまして、とっても盛況だと思います。こちらは K-POP などを扱っている企業ですね。はい、こちらの方はサランバーサランドゥルっていう感じですけども、今日はもう撤退の方をしちゃってるみたいですね。いやでも、こちらのように、11月4、5、6、準備期間はそれほどなかったんですけれど、結構楽しく、過ごすことができたんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってますね。はい、北の方ではですね、大きなカンファレンスの方が行われているので、ちょっとそちらの方を見てみたいかなと思いますね。いやでもこちらの方はすごい盛況ですよね。立ち見の人が結構多いみたいです。ちょっと中の方に入ってみましょう。すごいですね。こういう感じになっております。ちょっとまたちょっと出てみたいと思います。はい、こういう感じでだいたい一周してみたんですけれども、今後2021年から2022年大きなブロックチェーン NFT、DeFi などの改革が起こると思ういい勉強機会になったんじゃないかなというふうに思ってます。それではまたこういう機会があったら、いってらっしゃい。